で、あの最初の回もちょっと言ったかもしれないけど、書きかけの点検もちょっとできそうないなって、これを完成させてやるっていうのが最初の課題で、それを見ると、まあ、なんだろう、ことがあるなっていうのがこれの課題ですね。で、まあ、こっちはですね、僕も前で全部正解書きましたから、全員できます。できますが、まあでも、何のためにやるかって言ったら、まあ、これ別に正解を当てるためにやるんじゃなくて、第3回の時は、全部真っ白のところから1からスタートして、全員自分で書く。なので、それができるようになりましょうというのが目的なので、まあ、そういうことで、だから正解を知りたいんじゃなくて、まあ、やり方が分かるという話で、まあ、何枚か資料がありますけど、まあ、それこっちはですね、取ってなくて、途中で使いますね。はい、で、まあ、レイトですね、前回も理論とか表現とか関わるとか いろいろ言いましたけど、なんかちょっとはここもついたなみたいなのを実感できた人もいるかもしれないし、まあ、まだちょっといまいちピート来ねえなっていう人もいるかもしれませんけど、まあ3回きりですよね。なんかね、ちょっと他の授業とは違うものを見つけてほしいなと思います。で、まあ、第1回目の時に、まあ、世界一になりないな、プログラム自分で言うだけです。ゆるいでも楽しいでも愉快でも何でもいいですけど、まあ、俺はね、ちなみに俺は 何を世界一何々って実は最初言ってたんですよ、3年前。世界一痛い気象プログラムって言ってたんですけど、で なんでそういう風にしたかというと、まあ、受けたいとか、まあ、テレビ番組とかでありますけど、まあ、人気のためにやってんじゃなくて、別に痛くてもいいからやりたいよみたいな、その方が表現力が絶対つくんです。でそのためにどうしたらいいかって考えたら、水没するしかもめちゃめちゃ強いみたいな、結構面倒くさいですね。みんなの分の全員のフェイスブックの見てて、それでなんだ、まあ、メールで相談してくれた人とかいますけど、それに全部往復してですよ。で、まあ、他にもありますけど、まあ、いろいろ普通の、ね、授業の通りに簡単でやってれば、やらなくて済むことをわざわざやってるわけです。まあ、そうする方がいいなと思うのは、だから関わる力がついた方が先生としてはいいんです。でも俺は教員の免許持ってないんです。皆さんはそれ将来先生になってるみたいです。そういう人は、まあ、教員免許持ってない俺が何を学ぶのみたいな話だと思うんですけど、まあ、でもせめて関わる力は絶対どんな先生もあった方がいいと思うんで、まあ、じゃあそもそも俺が関わろうとしなかったら、何もあげれるもないなと思うから、まあ、やってるわけですけど、前回ですね、皆さんレポート出してくれて、誰のために何のためにとか、結構真面目に書いてくれてちょっとびっくりしたんですけど、まあ、自分のためとか、ね、自分が教える子供のためとか、親兄弟とか友達のためとかいろいろありましたけど、そもそも元作お前は何のっていうのを言ってなかったと思うんです。それで、じゃあまずそもそもなぜ持ってしゃべるかというのと、何のために、誰か話になった人に聞いたの
前がもやっぱ、はい、じゃあ次に次行きましょう。誰か知らない、僕以外の人から10個以上いいねが取れた。23いいね。前に来る紹介深いね。懐かしい。まあ、あ、まあ、じゃあ10個でもいいや。僕以外の誰か、誰でもいいですよ。僕以外の誰かからもういいねってついてたな、そういえば。1日2000円の授業料を払ってるわけですね、この大学。親の仕送りかどうかしますけど、2000円払ってる。
しようもない学生だって言ったら、どうしようもない学生だって言ったらね、どうしようもない学生がどういう気持ちで大学に来てるかっていうのを想像したの。そしたらね、ここで真面目にこう一生懸命知識を与えてる授業をするよりは痛々しくてもいいから、なんかやりたいようにやった方がいいんじゃないかなと俺は思った。だからそう思えるってだけです。めちゃめちゃ20年前に失望し、大学に失望した俺ながらこれができる。だからめちゃめちゃ優秀で一生懸命ずっと勉強してたみたいな人はこのことやる必要ないんです。そうですね、だからもともと欠点がこのモチベーションを生み出す。だからみんなもそうだと思うんですけど、自分の長所にはね、自信を持ってると思うんですけど、実は自分はこれが苦手だとか、どうもやる気がないとか、ね、とにかく大学しててもあんまり面白くないみたいな、そういう、まあ、短所とか良くないことがあるからこそ、毎日は伝えられないみたいなことは、結局そこから出てしまうと思います。それが価値なんじゃないの？何のためにとかって、まあ、いろいろありますけど、ね、科学的なものの考え方が、みんなに伝わって広まった方がいいよね。まあいろいろ、綺麗事は言います。言いますけど、何かしたら他とは違うことを対決するためにって言うと実験しないと、地学であれば地学の分野で他とは違うことだよ。誰のためにはね、まあお金のためじゃないです。2万円いただいてますけど、別に本職で50万とか勉強いただいてますから、わざわざ往復4万か4時間かけてですよ、ここまで来る価値があるんですよ。で、家で子供もちっちゃいし、そっちでいろいろやった方がいいわけですけど、じゃあかといってですね、皆さんのためにとか言うと、まあ、綺麗事ですよ。でもまあ、それはありますもちろん。ありますけど、持ってきたら、それこそ皆さん、前回帰ってくれた人もいっぱいいましたけど、将来、先生なんて子供に教えてるんですよね。その子供のためだと思ったら、ここでもちょっと頑張ろう。僕の子供もね、3人いますけど、2人小学生 で小学生は学校の先生を伝わってます。その学校の先生も元々はこういうところで病院の生活を変えて眠かったかもしれないけど頑張って今教えてくれてるわけだから、まあそれだったらそういうのかねえかな考えると、まあちょっと往復4時間かけるのは馬鹿らしいかなとも思うけど、それをちょっと乗り越えるモチベーションにはなるね。それで、まあ、いろいろね、皆さん、レポートで書いてくれたんですけど、ね、2人、ちょっとね、改めて見てほしいんですけど、ちょっとね、ちょっと聞いてみてください。自分かもしれないし、他の人だとしても、ちょっと探してみてほしいんですけど、1人目はね、村尾拓也の、記事ちょっと探してみてほしい。村尾さんから友達になってきてもなってないけど、とりあえず探してみてください。村尾さんから一体何だったか、まあ、自分の考えたことは似てるかもしれないし、どうですかね、何か共通点があるか、それとも自分は考えもしなかったことを書いていたか。だって全く同じレポートを書いたんです。全く同じ課題に取り組んだんです。あ、なるほどねと思ったら、まあいいにしてあげてくださいね。村尾拓也、誰だろう、村尾拓也。あ、はい。あ、じゃあ村尾拓也ちょっと前に出てください。これは村尾だからだねっていう感じがします。するわけです。別にその、よっぽど特別
レイアウトこういうことが起こる。全部実験だったから、まあ、そうするとね、ちょっと痛い話が半分ですけど、多少ためにはなるかなと。はい、はい、じゃあグランプリください。はい、でももう一人ね、私言いたいことは何でしたか、岡本ゆう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 か、ちょっと皆さん見ててください。じゃあ岡本ゆうか、岡本ゆうかって言ったらもうちょっとグランプリにしたかったですね。でもちょっと全然質が違います。村上ですね。村上ですけど全然自分がやったことが全然違うんですよ。やったことも軽くはわりとこっちにいて、うん、すっきり、はい、うん、そう、でも、岡本が面白いなと思ったのは、コメント欄になっちゃうんです。あれは高校の人のところ、それは関わりじゃないですか、ね、で、その、結局、レポート出しました、ちょっとはダメになりましたみたいな話が終わってしまうか、その先に、なんかこう、全然偶然のやり取りで全く別の価値が生まれるか、なんか、たわいもない知識だったのに自分にとってもっと驚くような価値が生まれるみたいなことがあり得るってことですね。あれがあり得るんです。起こせるんです。関わる。別にその自分の能力が云々じゃなくて、高い人じゃないんですよね。だから相手が与えてくれる価値がたまたま生まれるみたいな話ですけど、どうやってだから道を開くと、勝手に価値が向こうから集まってくるかみたいなのは、他の人のやつを見てもらうと、すごいわかるんです。で、こっちはですね、あの2冊目に書いてあるんですけど、こっちは梅雨だけじゃなくて、この台風でも温暖化でも、まあ、いろいろです、いろいろですけど、まあ、こちらもですね、まあ2冊目ということで結構売れた本なんで、本当はね、普通の大学の先生とかだと、例えばこれ教科書に指定します、皆さん買いなさい、ね、変わらないですね、それを読みね、あんまり読みたくもないのに読まされて、授業を受けるんで、もあるっちゃあるわけですけど、あんまりね、そうやっても結局お互いのためにならない。だから本当にその岡本みたいな価値を出すきっかけを作れる人は、あ、これを頑張るわ、絶対これを取れるということで、岡本にこちらあげます。はい、はい、それとあと、あれ前回言いますか、前回してたの？あ、はい。前回してたの？受けてない。受けだったの？高血だったの？風邪で、はい。大変だったの？あ、じゃあ、はい。まあ、岩崎さんがちょっとビッグバーガーにしたかもしれないですけど、はい。まあ、今回もね、やることは一緒なんで、なんか、まあ、いい点が取りたいとか、向上心とかなくて、割とその自分の思うことを素直に吐き出すと、結局一番それが自分のことに価値を生み出すみたいなことですね。体験してほしいな。で、まあ、今日これからここで、それぞれパートを割り振って授業してもらいますけど、うまくやろうとしなくていいです。教育実習では多分うまくやった方がいいですけど、ね、いろいろ。本番までうまくやってください。練習して準備してやってほしいんですけど、今日はここはどんだけ失敗しても所詮ね、どうせみんな100点を保証されてるレポートじゃないか、獲得するしかないだけど、どうせだったら場所もいいから思い切れるでしょって感じにしたいですね。はい、でですね、じゃあテキストをちょっと見てほしいんですけど、
較的簡単な話だと思いますまあ、まあ、どんなんいいかな、まあ、ポジティブだもん何がいいのベースはいいから電車見せる前人間で何でそのテキストのうちの全部を全員が読むんじゃなくてパートごとに自分に割り当てられたところを責任を持って理解するで、人に説明できるんです。人に説明できて人に分からせられたら初めて自分が理解したってことなんです。そこまで分かるんでしょう。曖昧な状態だと人に教えられないんですよ。どんな簡単なことでもそれは絶対前に出て喋ろうと思えば意外とうまくいかないから体験できるんですよ。それは、まあ、うまくいかなくていい。まあ、何とかしてほしい。はい、じゃあまず第一版ですね。第一版めちゃめちゃ簡単です。3ページの簡単すぎて難しい悩ましい。はい、まず3ページの定義やと思わない。何か見えるよそこ切り取ったり3ページの定義やと高気圧というお題で難しい。いや難しくないです。9ページ10ページに書いてあるのは
9ページ、10ページに書いてあるのは、今日ね、この練習図を完成させたいんですけど、そのルールブックを、だからルールを説明する。それが俺たちに説明する。だから、ルールブックを知ってるんだから。まあ、ちょっとした書き方みたいなポーズとかもありますけど、それを説明してほしいんです。だから、このチームボンドは、はっきり言って一番驚くんですよ。だって自分らで説明するぐらいの人は理解できたことがあるんですよ。来週のことですよ。これは自分らだけのものにしてほしい。だから他の 1,2,3 番は自分らのためにわざわざややこしいことやってくれるわけです。ややこしいことやってくれる人教えてくれる。君らは一番得だし楽ですけど、決して 1,2,3 番が損しないように、なんかさ、電話しよう。